今天啊，我要见一个20年前的老朋友，他的名字叫瓜田纯四。问你他什么？你就能卖我的什么？歌舞伎で仕事しながらのこうなんというかな、日本語で言うと鉄虫，因为他们是那个组织嘛，所以跟打交道，大概跟他前后也就是有个一年多到两年的交往，就是几乎每天晚上要见面，应该说是我也很期待今天跟他的见面，我也从媒体上看到报道过他。他也知道过我，但是呢，真正见本人是20年以后的第一次。哦哦哦，来ました。大师，好久不见。20年ぶり。またそのまま若くて。リーさん、すごいね。全然変わらないです。いや、変わってるよ。もう髪の毛少ないですよ。这个正在跟李桑聊天的人就是瓜田纯士，他是一个非常具有传奇色彩的人物。从十几岁的时候开始，瓜田就混迹在日本黑社会组织中长达10余年，在他身上发生过很多事件，他也被称为传说中的男人。然而在世界范围内开始受人关注，是因为近几年开始参与格斗技的比赛活动。红衣将军，你能不能来啊？瓜田跟李小牧之间到底有什么样的故事呢？いらっしゃいました。ウリダさん。リーさん、ご無沙汰してます。ウリさん、はい、今何歳ですか？今ですか？今僕は43になりました。43。じゃあ20年前に。21年とか20年前。そう、20年前ですね。出会いでね、はい、当時の組織の名前言っちゃったらダメだな。あ、組織は多分動画上ダメですけど、ね、言わないです。ね、我々個人の組織 ね、はい、そうですね、個人の関係で、はい、20年前の写真。20年前、はい、あるんですか写真？キャン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 。ああ、懐かしいわね。キャン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 。見たことある？ありますあります。リュウさん変わんないですよ。いやいやいや、変わってますよ。いや。今日の20年前の同じネクタイ、はい、あ、そうなんですか。同じネクタイ、はいはい、同じスーツです。あ、そうなんですね。そう、20年前の。いや、本当に変わんないですね。いやいやいや、そっちも変わってない。そっち変わってることは、はい、この辺で入れずに、ね、そうそうそう、入っただけですよね。うん、ちょっとなんかね、まだやんちゃな感じしますね。そうね、歩行者。はいはい、やってました。20歳年下ですよね。そうですそうです。40何歳？43です。43、私63です。ですよね。だって俺リーさんと仲良くさせてもらってる時に、うん、だいぶ年が上なのにすごい若い印象だったんで、でスラッとしてるから、まあ痩せててね、太ってなかったそっちもそうじゃない？あんま変わんないですね。身長何センチ？182とか。82？ はい、82。私は78しかない。あ、でも大きいですよね。でかいね、やっぱ、マジで変わってないですね。ねえねえねえ、でも再会できて本当嬉しいです。20年前だから最後リーさんと歌舞伎町とかで、お会いしてた頃から僕突然いなくなっちゃったと思うんですけど、そう、やっぱそれの時ちょっと刑務所入って、まあ、当時組織いたんで、はい、そういう悪いこともしてたんで、うん、でそれ刑務所入ってる時にやっぱりリーさんの本めっちゃ人気でしたよ。ありがとうございます。アンダーワールドガイド案内人も全部めっちゃ売りました。そうですね。まあ結構私ね、コスケとか、はいはい、面会しに行くとか本を持って行くんですよ、はいはい、自分の連載やってる雑誌とか、はいはいはい、アンダーワールドとかなんとかなんとかね、はいはい、当時はそういう結構まあいろいろやっぱこう歌舞伎町の再建でできることは、はいはいはい、当時ね外国人から待つんじゃないんですね。当時私外国人じゃない、はいはい、今ももちろん15人に私立候補したいんで、それで帰化したんですよ。じゃあ当時のウニタさん、私の後ろ盾にね、待ってたんだよね。後ろ盾というか、まだ何かあったらいいけど、はい、そういうあたり。その前誰だっけ、もう一人、そう、なんかバラバラなんとか、バラバラなんとかあったんだよね。あれでちょっと大変だったっすよ。私ね、コウスケに面会しに行ったんですよ。あ、本当ですか。で、本、
渡したの。で中に彼のこうストーリー少し入って、なんで私の本名出さないのとか、いや今度は映画撮るか、映画の時は私の名前出してとか。ちょっとね、あのそうそう、あの事件がなければ、うん、出世もしただろうし、ね、ハートもある人だったんですけど。そうね、うん、次は織田さんだよね。次は織田さんからね帰って。でその、ま、毎日顔合わせてましたもんね。あ、そう、毎日会ってるよ、毎日会ってるよね。あの時大変だったんですよ。だからあのリーさんはそのいろんな組織とも付き合わなきゃいけないし、いろんな、なんだろう、中国人だけじゃなくて日本の不良ともみんな知ってるから、リーさん、リーさんって。だからトラブルが起きたらリーさんの立場大変、うん、いろいろ聞かれるから。だから風林開花の事件のあった時、うん、もう大変だった。そうですね、リー呼んでこいっつって。風林開花の事件というのは、2002年9月27日歌舞伎町風林開花1階にある喫茶店パリジェンヌで暴力団幹部2人が男数人に拳銃で襲撃されたという事件。この事件をきっかけとして警視庁に外国人犯罪や暴力団組織を本格的に取り締まる組織犯罪対策部が設置されることになった。あの当時はね、私の、 あのこう上の人間でいろいろ面倒見てもらって、うん、いろいろね、あの用中国话讲是我的保护伞，嗯呃，用我的保护伞，他就是我的保护伞。那一路一路过，那替代我不懂么事？替代，我这就是偷鸡的不干。呀，那那那我问你呐，替代，替伞，替伞的，替伞的，现在吃斋。因为什么？偷鸡我这是不干的，所以都分开的。对，那别的单单啊，やってて、はいはい、私と対立して、テイラーがね、結構グループになってますね、リーさんの派閥と区役所通りと、そうそうそう、で私はセンターラル通りと一番街、うん、彼たちは風林会館とか、風林の方と花道通りとか、東通り、桜通りとか、でこう派閥になってましたね、そうなったところで。から一回誘拐されたんですよ。あ、そうなんですね。彼の運転手は殺されてじゃない、はい、殺されて、で彼も誘拐して、そこでまたこう私一番早く分かった、自分の敵なんだけど、ライバルだけど、だけどまあね、心配で、そう心配で警察から電話来て、あ多分彼かなと思って、ですぐあの十何時間にだあの帰ってもらって、あそうそう、介護してもらった、じゃないとまた死んじゃうから。覚えてます、あの当時ね。いや、ある事件覚えてる。いや、あの当時、今じゃ考えられないですよ。本当平気でみんなさらわれちゃうし、そんなのばっかだよね。普通に持っていっちゃうんだよね。そうそう、だから冗談が通じないから、歌舞伎町の中では本当みんな余計なことは口にしない。そう、ね、そう、あいつが今こうなって、こいつがなったって噂話もやられちゃうから、みんな知ってるけど知らないふりする。で情報が一番早かったから、リーさんは、俺らヤクザより早かったかも、外国人のことになるとでも一番早い、で俺ら心配になって、リーさんに今こんなことが起きてるからちょっと危ないってことを教えに行くと先に知ってるんですよ。まあそれはまああのお友達だから、何か情報欲しいときは、まあまあ、あの私は警察にいるって言われてるのか、警察にいるかヤクザにいるか、まあ、どっちかね、それがやっぱこう、どういうふうにこうバランス持っていくのが大変だったの。新宿署の、ね、組織犯罪対策課の刑事も、リーさんのことを結構疑ってた一時期、そのヤクザと通通の記者なんじゃないかとか、そうね、スパイとかね、スパイとか、共産党のスパイとかね、共産党のスパイ、本当に言われてた、ね、まあ、未だにもこうあの、まあ極右翼とか、ね、あのレッドウィークからあの共産党のスパイとか今でも言われてるよ。今でも言われてる。まあそれがしょうがないね。で織田さんはその後何年にあの大学入ったんですか。いや、俺3年半4年ぐらい。具体的に2000何年に入ったんですか。あ、懲役に、2000何年なんだろう。僕が23の時なんで。23歳は20年前ですね。23歳最後リーさんと歌舞伎町で会ったぐらい、リーさんの紹介で、リーさんが当時
自社の新聞発行してたんですよ。そう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 。でその時の取材を手伝ってくれって言われて、うん、朝日新聞のヘラルド版に D さんが取材受けてて、うん、そうそうそう。でジャパニーズヤクザと喋ってるシーンワンカット欲しいって言うから俺行きますよって言って、うん、D さんと喫茶店で写真撮ってその本当すぐ後捕まった。あ、そうなんですか。懐かしいですよ。ね。そうね、じゃあ2002年に2003年かかな2003年ぐらい、まあ、今週に1年ぐらいだから逃げて、ね、2003年ちょうどあの時、うん、でテイさんもあの役者に持っていかれて、うん、そのすぐあの事件の後、そう、あの事件ですね、うん、あの火炎瓶なんか、ね、いろいろあったじゃん、あったあったあの組長は殺されちゃって、うん、ピストルでね、それ違う。ね、覚えてます？覚えてますよ。だからね、そこ出てから、で今度作家になると。あ、そう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 。ね、作家になる。はいはい、で今までどれぐらい本出してますか？いや、じゃあ恥ずかリーさんの前で恥ずかしいですよ。リーさんなんかもう20冊。いや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 、私は。僕は7タイトルぐらいです、まだ。7。はい。7冊本出してるの。はい。すごいですね、7冊本。20冊ぐらい出してる。いやいや、まあ私は21。まあ、先生、しかもその俺が何冊出してもリーさんのヒットの1冊にかなわない。いやいや、あのね、私は1冊目はデビュー作はヒットなんだ、はい、映画化にして、その後山本太郎、わかります？今令和党の党首、はいはい、彼が私の役をやった、私の役じゃない、私の役は中庵だった、電波周年の中庵、私の役で、山本さんはあのそばの私一緒に中国から飛行機に乗って一緒に来たのことで、彼が悪くなったの、彼がヤクザになっちゃってそう、私はまだそのまんまです。いただきます、いただきます。当時歌舞伎町、俺だから刑務所出てきてから、もちろんリーさんたちの活動も知ってて、すごい活躍されてるなっていうのを知ってて、俺も物書き始めたばっかりだったから、右も左も分かんないから、歌舞伎町ペンクラブってあって、あったね、でペンクラブあったね、で結構それね、みんな色濃いやつらが入ってるんですよ。そう、もうあのぼったくりの北西さんとか、あ、北西さんいたいた、北西さんあと V シネマの村上先生とか、ヤオーのゼゲンの竹内さんとか、ライターの新春とか、もうちょっとその変わった人たちがいっぱいいて、で俺それ誘われて、俺もじゃあそこでやりますって言った時に、リーさんいないんですかって言ったら、もうちょっとやっぱ格が違うからここに呼べないって言ってました、みんな。いや、私ね、そのペインクラブ1回、あの会があったわけ、あの北西さんとか、北西さん結構でバトルがあるわかる、わかる、画が強いから、そうね、どこ行ってもあの人そうなの。え、彼は4年間中に入ったんです。彼が入ってからその条例が変わった、ね、はいはいはい、ある意味で彼が法律作った人間です。梅酒一杯15万円事件ででしょあの時もうピーナッツ1個で200円とかそうそう、乾きもあの一皿じゃないよ、一粒でね、1個、いや一粒で200円ね、覚えてますよ。おしぼりとか1000円とかそうそう、でおしぼりね、なんかこうなんかあのお酒綿とこぼして、綿とこぼしておしぼり何本も使って、あ、おしゃ何本いっぱい持ってきたそう、そういうことですよ、ね、それが全部伝票に使う、そうそうそう、で交番に行ったらメニューに書いてますよ、そうそう、メニューがあるメニューあるから、ピーナッツ1個で200円で書いてんの、一皿じゃなくて、あれすごいんだから、全部いいねでやってるから警察は入れないっつってで最初は私の本出したの、はいはい、その後こう繋がりで、あとね、相田社長の本も出したの。あ、そうなんですか。最初は相田武志、相田武志は本が 出してなくて、はいはいはい、息子から私に頼んで、はいはい、リーさんの本が読んだと、ね、出版社と、はいはいはい、でそこで、ああ、じゃあ一緒に、じゃあ、あの相田さんだっていつも白い140のベンツで、犬がね、そう、犬窓から顔出して、ちょっとグレーっぽいの白いベンツで、そうそうそう、ベンツで、ベンツで長いで、ワンちゃんでかく、ワンちゃんでかく、なんかヒョウみたいなワンちゃんで、ね、でかい、うん、実はね、はい、私はね、30年、はい、もう35年、来日35年、はい、
34年の時、うん、会えた社長のところは私面接しに行ったの。あ、そうなんですね。ホストやりたいわけ、うんうん、はいはいはい、私はね、で行ったら会えた社長面接したの、うん、ワンちゃんソファにいたの、うん、当時まだ中国は日本語をしゃべれないから、はいはいはい、いやあなたちょっと大体の意味は、うん、日本語を覚えたら来てくださいと、うん、もう十何年後に、うん、私ちょっと本が出して、うん、テレビ連れてよ、はいはい、おー、リサー、いや、友達もしずっと行ったらうちの柱一本が新たなもんですよとか言われて、いやなんかね、歌舞伎町名物にとか歌舞伎町の重鎮みたいな人って何年に一回出てくるんだけど、その相田武は外せないですよ ね。もう本当主役、相田さんと、まあ、あれが昔から最初のホストクラブはカネが作ったんですよ、うんうんうん、あの人がパイオニアというか、そうね、うんうん、あとそっちの組織のあの二人兄弟いたじゃない。ただしとたかし？違うか。じゃなくて福田。あ、呼び捨てしちゃいました。すみません。大丈夫。で、あの森田さんが大学入っちゃって、はいはいはい、八代さん来たんです。あ、そうなんですね。いつもパチンコをやりたくて、で、彼の弟分、浩二さんの方。あ、浩二さんは先に亡くなって。その後今八代さん今どうなってるわかります？八代さん、八代さん亡くなったかもわかんないな。あ、まあ、ちょっと太ってる、ちょっとぽちゃり、糖尿病になっちゃって、ね、あ、糖尿病ね、なるほど、懐かしい、ね、懐かしいね。今もう30年前、20年前の八さんたちはね、で、あと炭とか関係とか、あのまたいるよ、いる方はいるけど大体ね、わかんない。向こうから挨拶するけど、私はもう全然わかんない、ね、わかんない。当時いた人間はね、もう7割いないと思う。7割いない、ね、てかもうどこで何してるかもわからないですよね。いや、この2人います。いますね。他は元気で元気でね、まだ40代で若いよね。私はちょっと日本でちょっと有名になった時は42歳です。ああ、その時だった、今の俺ぐらい。写真撮った時、あの一冊本を出したばっかの時、はいはい、あの時そうだったんですね。そうそうそう、だからテレビなんかでこう取材、はいはい、あ、朝日のね、上高地を覚えてます。そうそう、上高地で朝日新聞のヘラルド版英語版に李さんがすごい大きく抜かれるんで、うんうん、って。そうですね、懐かしいな、いろいろと。懐かしい。いつも白いダウン着て、うん、寒い中も、うん、あのもうみんながリーさんと行くから、あの頃懐かしいですね。ね、目立つ。だから何か起きてトラブっても遠くでもリーさんスラッとして姿勢が良くて白い真っ白の服よく着てたからすごい目立つ。すぐ分かる。独特のね、立ち振る舞い、独特の、うん、シルエット、うん、すぐ分かる。風景ですね。かむしれ一つ風景。そうそう、一つの風景。そっちもそう、そっちもね。車来てカーッと来て、今歌舞伎町の中でね、車入っちゃったらダメだけど、そうそう、当時は OK だよね。私も車あったよね、はいはいはい、当時こう、ちゃんと自分の専用駐車場もあるね、あそこなくなって、行楽そばもなくなっちゃった。そう、行楽そば、あの加藤のところね、俺大好きだったな、うん、私もいつもあそこ食べてる。そうそうそう、火薬ご飯が美味しいですよね。そうそう、あの肉ね、あの肉そばね、うちのお母さんの味、味ですよ。私ある NHK の取材でそれで言いました、あそこの味を、うん、あと父さんもいた、中国人の父さん、父さん、おじいちゃんみたいな、痩せてて絵描いてるの、見たらすぐ分かる、うん、彼の親父、うん、あの中国天安門の毛沢東の当時 の49年の成立したの、はいはい、あの彼のお父さん、うん、あ、そうなんですか、すごい、うん、父さん、その後なんかちょっとなんか不法、違法のお店にこう写真撮って、なんか週刊誌に出して、ヤクザたちからもうヤクザに出入り禁止になったとか、かわいそうに、うん、だから当時そのリーさんに限らず中国の方も韓国の方も一回歌舞伎町に来たらもう吸い寄せられちゃって、歌舞伎町の魔力に取りつかれちゃって、もう歌舞伎町から離れないっていう文化人みたいな人がいっぱいいましてね、本当に今の歌舞伎町はこれからリーさんが開拓していくんでしょうけど、でも当時の歌舞伎町にはそのこっちから歌舞伎町に来てくださいなんてやんないでもみんなが歌舞伎町に吸い寄せられる本当独特の魅力があったんですよね。でもさ、
歴史から見るとゴールデン街とか歌舞伎町とか作家さんとかみんな来てるよ。だから本当こう文化活動したい人間はやっぱこう新宿にね、新宿のレター多いじゃない、人情的人間ドラマ人情感情もう全部溢れてるんですよ。だからそれで作家さんになったんだよね当時まだ20代だね、はい、私は来日は27歳、35年前で当時私ウニタさんと会った時は23歳ですよね。20歳ぐらい、はい、そう20歳そう。リーさんと会って3年4年すごいね、20歳ぐらいで名前たあの組長になったんだよね。いや俺は頭補佐だよ。頭補佐、そうだね、まだ20歳ぐらいだった。あ、ね、20歳ね。勝手に自分のグレンタイみたいなことやっちゃって、怒られる。そう本当は雑誌とかも出ちゃいけなかったのに俺だけいいって言って雑誌出たり、なんかたくさんグレンタイみたいなのやってたらもう生意気だって言って締められちゃう。なんか組織からなんか言われたんですか。もちろんもちろん、だから全然言うこと聞けなかったから当時若いから。ああ自分自由にやってた。自由にやってて。なるほど。で勝手にもう何十人っていう若いやつ集めて、そう俺がもう仕切ってるなんて調子乗ってやってたらもしやられちゃった。なんでその後出てきてから、あの大学卒業してから、なんで格闘家になったんですか。いやその当時は、素人の格闘技のトレーニングをちゃんとしないのに出ていける大会みたいなのがあって、喧嘩早いやつらが行くような、でそういうのに最初の頃ちょっと出てたんですけど、でもやっぱやってるやつらに勝てなくて全然、ですぐやられちゃって、で、そんな紆余曲折を経て今はちゃんとトレーニングしながら格闘技みたいなことをやってるんで、当時も痩せたままですよね、今ちょっと太ももあるね。ああ今はもうちょっと、すごいね、鍛えてるんで今やってますよ。あったんですよ、リーですよ。マジですか。だって日本人よりリーさんの方が新宿を愛してないですか。なんかそう、リーさんは本当に新宿を愛してますよ。そう、あ、こういう日本人もいるんだとかと思って年上を敬わない失礼な野郎。いや